たはい、皆さんこんにちは、タートルです。プランクというと普通肘つきますよね。でも実は肘つかないプランクの方がお腹に簡単に効くんです。今回はお腹へこませたい人、姿勢良くしたい人、反り腰直したい人、そういった方は一緒にやってみてください。全部20秒になります。プランクは肘つくと体をついつい前に持っていってしまいます。体を前に持っていってしまうとお腹にかかる重心が肩にかかってしまって、腹筋にかかる負荷が逃げてしまうんです。お腹を締めた状態を作れなければお腹ではなくももや肩に力が逃げてしまうので、あまりお腹に効かないんです。でも今回は肘を伸ばしてプランクを行うことで確実にお腹に効かすことができます。しかも溜まっとくだけではないんです、揺れるんです。それでは今日も一歩前進していきましょう。腹筋にかかる負荷は自分で上げなければいけません。お腹の力を緩めてしまうとお腹にあまり効かないので、お腹に力を入れとくっていう練習をまず2つします。まずは肘と膝をついて体を持ち上げてお腹をグッグッと締める練習をしましょう。これをまず20秒いきます。いきましょう、スタート。しっかりお腹を引っ込めて骨盤を立てます。グッグッっていう感じでお腹に力を入れる練習をします。これがうまく動かせれないと腹筋に効きません。はい、OK。次は上向きで寝ます。膝を抱えてこのまま下を向きながら起き上がったら戻ります。これを繰り返していきます。お腹にこれは力を入れたままです。いきましょう、スタート。スマホ持っててもいいです。しっかり下を向いてお腹の力緩めちゃうと起き上がれません。ちゃんとお腹に力入れて下向いて転がってください。はい、 OK。 それではプランクに入ります。足を閉じて手は肩幅でつきます。これで体を持ち上げます。肘と違って手の場合は体が前に出にくいので、肩よりも少し前に手をつくイメージで体を持ち上げます。このままさっきと同じようにお腹に力を入れたままお尻を動かすだけです。これを20秒、息をできるだけ長く吐きましょう。それでは行きます、スタート。お腹の力を抜かないように、さっきのね、2種類のウォームアップを両方とも兼ねて、お腹をね、緩めないように引き伸ばしてください。よし、 OK。 お腹にね、徐々に効いてきます。あと2回、お腹がね、休まりすぎないうちに行きましょう。それではいきます、スタート。よし、お腹にね、力入れて、自分でしっかりね、腹筋力入れてください。力入ってるお腹をね、伸ばす感じで、よし、 OK。 よっしゃ、あと1セットです。頑張っていきましょう。姿勢がね、すごく良くなりますんで頑張っていきましょう。ラストいきます、スタート。お腹をね、引き伸ばして、あと少し、負けとしてもう一個いきましょう。今度はね、今のお腹に力入れたままでキープです。足をね、伸ばして上体を起こしてつま先開いて、これで最後キープ、ラストいきましょう。いきます、スタート。つま先しっかり開いて、お腹にね、力入れたまんま、今度は伸ばさない、引っ込めたまんま、
疲れ様でした。肘のプランク効きにくいよって方はね、今回のプランクやってみてどうでしたか？エクササイズ中にフォームが合ってんのかな、どうなのかなって分かんない人は体幹がちょっと弱いパターンが多いので、体幹がしっかりすると勝手にねフォームが間違ってるって感覚減ってきますので、このプランク続けてやってください。頑張ったよ、効いたよ、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。